いや、皆さん元気されてますか？うさぎでございます。ということで、今回も動画撮っていこうかなというふうに思っておりますが、音竹さんの関係ですね。ちょっと今日、翼さんとの街頭演説がありますね。今ちょっと4時半ぐらいに動画撮ってるんですけど、さすがにちょっとですね、まあ、翼さんとがどういうふうにですね、飯山さんのことについて言及してるのかっていうことはちょっと、ね、気になっております。まあ、それはそれとしてですね、やらなきゃいけないこともいっぱいありますから、今日や、今日で起きたっていうか、まあ、昨日で起きた出来事ですよね。もう4時ですから。音竹さんの関係と、プラスアルファですね。日本維新の会がですね、ちょっとやらかしちゃったので、そのことについて言及していこうかなというふうに思っております。はい、ということで、音竹さんの関係ですね。まあ、小池百合子都知事がですね、演説でということで言っておりますけれども、まあ、潮目が変わってきたということで、まあ、なんか衆議院東京中国補選の告示日二度応援にということで言ってるんですけど、まあ、まあ、どんだけね、こう、年段というかな、自分たちを、なんていうのかな、小池百合子ね、からですね、支援をもらってるみたいな、小池百合子ブランドをですね、回復させようと一生懸命やってますけど、無所属って言っちゃったからね、音竹さんね。週刊文春で学歴詐称で、お前、日刊現代だったりとか、あ、日刊じゃないわ、なんだっけ。まあ、現代だったりとか、それこそ、ね、トースポウェブ、よろずニュース、そして、読売だったりとか、いろんなところでですね、小池百合子のね、学歴詐称問題がですね、再熱してるわけですから、まあ、なんていうのかな、もうほんと、たぬき寝入りやめた方がいいんすよ、というふうにね、思ってしまう限りでございます。はい、ということで読んでいきましょうか。東京中国補選の関係ですね、江東区16日告示の28日投開票ということで、無所属で立候補を表明している、まあ、作家の音竹さんですね、48歳ですね、48人もなって、お前無所属とかなんちゃらかんちゃらやってんのかと、ふざけんなというふうに思いますけどね、同区内の関係で選挙事務所をね、公開したということでございます。16日の告示に関してはですね、同氏はね、出馬っていうのをですね、まあ主導した小池百合子都知事がですね、2度応援に駆けつけることを決定。プレッシャーです。いよいよ負けられない。小池さんが来てくださってですね、落とせないということで、なんかもう本当に、はぁ、何言ってんだこれ、何の決意やねん、これ。何の決意やねん、本当に。なぁ。いやいやいや、国民をさ、もう騙すのも大概にした方がいいと思いますよ、僕からしてみたら。いや、そうでしょ？ね？無所属でしょ？ね？だけどさ、小池さんの顔使ってますよね、ポスター。いや、僕言ってるのそこなんですよ。小池百合子の画像を使ってるってことは、もうこれもう、皆さんね、分かってた事実でしょ。小池百合子の関係がある、ね、組織に、自分は副代表として就任しておいて、都民ファーストと関係がないなんていうのは言わせませんよ、僕からしてみたら。学歴詐称ちゃんとやれやって。なあ、小池ブランドお前、いよいよ使おうと思ってたんだけど、自分たちがね、自分がもう衆議院議員になるために、ね、小池ブランド使おうと思ったら、その小池ブランド自体がイメージダウンを起こすようなことが起きてしまって、自分の票もね、落ちてってると。で、自分の、まあ、いわばそのブランドが落ちた、なんていうのかな、イメージがダウンしたのと同時にですよ。音竹さんのね、なんていうのかな、それこそ不倫のね、問題だったりとかって再熱してるわけですよね。ね、もう本当に、僕からしてみたら、いや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 、音竹さん、いや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 と、もう言ってることやってることおかしいですよ、ということをね、言わせていただきたいなというふうに思っております。いや、もう今日からですね、何でしたっけ、まあそうですよね、16日から告示でございますから、なんていうのかな、これから、飯山さんだったりとか、日本保守党はですね、盛り上げていかなきゃいけないというか、どん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 ですね、白熱した選挙、凱旋ですね、選挙演説っていうのをですね、まあ、連日連夜やっていくということなのは、もう明確に答えが出てると思います。で、今、維新の調査の関係ではですね、それこそ坂井さんが今一番トップなのかな、うん、坂井さんが一番トップで、まあそれはもう最初から分かってたことです。小泉さんに関しても多分ね、引き下がるだろうなって、前から泉代表とですね、まあそれこそ日本共産党のね、方々は、なんていうかな、協力関係にあるっていうのは、もう明確に答えが分かってましたので、もうそれは分かってた。で、まあ、ともっと言うと、まあ、音竹さんが、まあ、出馬されて都民ファーストの会で出ると、で、小池百合子のネームバリューと自民公明、そして国民民主党が推薦してるということが分かった時点で、まあ、音竹さんが一番強いんではないか、みたいな感じになってたんですけど、週刊文春のですね、文春法が、くらってですね、一気に6位まで転落と。いうことでございます。まあ、3万票とか4万票は取るんじゃないかなというふうにね、思っておりますが、それでもですね、まあ、飯山さんが3位ですから、金沢さんに関してもですね、2位だというふうに言われてますが、まあ、金沢さんが4万票ぐらい取って、坂井さんに関しては多分6万3000とか6万2000ぐらいが、妥当なのかなというふうに思っております。で、まあ、自民党と公明党に関してはですね、今回は推薦せずということだったので、ただま、裏でね、なんか組織的な何かっていうのが動いてる可能性はあります。ね、小池百合子と自民党のね、まあ、都連の人間ですね、一部の自民党員がですね、競合して、音竹さんの票を伸ばすためにですね、画策するっていうことはですね、やるかもしれません。まあ、それ
それは、自民党内監視してもらいたいなっていうふうに思いますね。だからそういうことやっちゃってんだったら、あ、ちなみに7万6千ね、乙武さんが取るって言ったら、それこそ僕はちゃんとですね、そこについては、あ、組織票が動いた可能性あるよねっていうことはね、言わせていただこうかなというふうに思ってます。でも、まだまだ飯山さんね、勝ち筋があるというふうに思っておりますので、これからですね、どん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 追い上げていってですね、それこそ自民党のですね、ね、岩盤保守層というところをですね、捕まえてもらいたいなというふうに思っている次第でございます。で、何を隠せをですね、これ見てください、これ。線つけてもらってますけど、ね、小池さんが来てくださったので落とせないね。もう一貫して私は無所属ですということをね、言ってくださってるんですね。私は無所属ですと、ね、いうふうに言っちゃってるんですね。いや、これどう思います皆さん。無所属じゃないでしょ、どう考えても。いや、私は存ぜぬ、完全ぬというかね、もうね、知らぬ存ぜぬっていうか、もうなんか無茶苦茶やなというふうに思ってしまいますよ。いや、違うだろって。お前さ、週刊文春のさ、文春法が来ることが分かってたから、ね、もう印字されたものは出しますよっていうことを、小池百合子に電話してなんかやったからってことでしょ。で、今回に関しては小島さんっていうですね、まあ、小池さんのね、懐がたんだが、小池さん切りつけてるわけですから、そりゃね、なんていうのかな。なんていうのか、票を落とすでしょと。で、まあ、翼の党のですね、根本さんとか、まあ、言ってますけど、ヤジとかでね、結構いろいろと言ってましたね。いや、おい、ふざけるなと。おー、乙武、お前、振りすんだと言ったりとかね。それこそ、小池百合子に対してはですね、学歴詐称の問題どうするんだっつってね、やってましたね。まあ、そこに関してはな、いいのかなと思うんですけど、まあ、翼の党は僕は完全に信用しきれない、団体なので、だってそうじゃないですか。周りの人たちに敵を作りまくって、最終的には自分たちが当選できるようにしていくっていうね、スタンスをするのは、さすがにちょっと僕は良くないかなと思います。で、だったら黒川くんの1億円問題に関しても言わなきゃいけないじゃん。個人債権に関してとか、いろいろと言ってますけど、いろんな疑惑翼の党ありますよ。それこそ反社会的な勢力のね、関係性がある人間からさ、立花さんのさ、借用書だったりとかっていうのを買い取ったっていう話、あれ、本当なの？嘘なの？どっちよ？ね。まあ、結局それがお前さ、違反にな、なんか違法行為になるかもしれないから、つってお金返してもらってるんですよ。ダッセーと思っちゃったけどね。はい。はい。だからちゃんとそこら辺のことについても自分たちも追及される可能性があるんだから、ね。黒川さん個人、だってそうでしょ？乙武さんってさ、不倫の関係って、乙武さん個人の問題でしょ？そうだよね。じゃあ、党代表の黒川さんが1億円の債務を支払ってない、踏み倒してるっていうことの事実を、どれだけ多くの人たちが知ってるんですかって話なんですね。この僕の、YouTube の動画のですね、ゆっくりちゃんたちが喋ってる内容ですね、翼の党がやばすぎるっていう動画があると思いますけれども、それ見ていただければいいと思います。そこではですね、翼の党がどんだけ問題を起こしてるか、そしてこのチャンネルをですね、どうやって、潰そうとしたのかぐらいはですね、被害がちゃんと報告されてますので、ぜひ見ていただければいいかなというふうに思っております。はい。ということで、その次でございますね。乙武さんの関係13日ということで、道区内の関係で商業施設で行った演説会に関してですね、小池さんが応援に現れた、とにかく勝ちましょう。ヤジは押収しないということで言っておりかございますけど、はーって、お前は言わなきゃいけないことがあるだろうと。ね、それこそ税金で飯食ってる人間が学歴詐称してるなんて、ありえないよねっていう風にね、まあ、言わせてもらいますよね。71歳にもなってですね、正々堂々とできない人たちが多いのかな？ごめんなさいね、今の70歳以上の方々を、僕は批判するつもりはないんですけど、まあ、いわばですね、この小池百合子っていう人間は70歳超えて、ね、私たちはこういうことやってるんだと。ね、私は全然知らぬ存ぜぬを貫き通してると。それこそ世耕さんとか50歳とかですよね。下村さんだったりとか、塩野屋さんですよね。塩野屋さんだったりとかっていうのも、知らぬ存ぜず成人心、裏金、隠して、懐ホクホクという感じでございますけれども、まあ、それちゃんとですね、言及しなきゃダメよねっていう話なんですよね。そうでしょと。ね。で、僕よりも年上の人間がこういうことやってるんですよ。僕は、あれですよ。ちなみに言いますけど、ね、税金に関してもちゃんと支払ってるし、ね、水道代だったりとかガス代だったりとか全部支払ってますよ。政治団体使ってね、裏金を作ったりとかっていう風にやってませんよ。はい。今の若い子たちの方が税金ちゃんと支払ってますからね。で、耳揃えて払ってるんだよ。で、文句言って、どうたらこうたらとかって言ってる人たちって、まあ、俺たちよりも上の代の人たちだと思ってるので、あ、それこそ、なんか上層部の人間？上級国民の形だよね。それこそ70歳とか、65歳とか、ね、50歳とかの人たちはさ、ちゃんとさ、一般家庭の人たちは税金を納めてると思うよ。だって、おじいちゃんおばあちゃんが確定申告で、お前さ、税務署だっけ？行ってね、確定申告の時に裏金議員の、どうたらこうたらとかって言ってるけど、至極真っ当だもん。俺たち支払ってんのになんであいつら、おめえ、お金払わんでいいんだって。で、僕、これなんでこれをずっと怒ってるかって言ったら、もう今のうちに言っときますけど、岸田の息子は同じことやりますよ、多分。いや、そうでしょ。いや、翔太郎やるでしょ。だって、岸田の息子なんだもん。そうでしょ？いや、翔太郎に関してはやるでしょっていう。
ね。いや、だから、そういった、なんていうのかな、その、なんていうのかな、今の法律の縫い目じゃないけど、グレーゾーンですよね。500万円以下の、裏金に関しては大丈夫ですよ、っていうことをやっちゃうっていうことを、まあ、主導して、帝王学として学ばせていくっていうことですから、それを僕は岸田の息子を叩き下ろしますよ。そりゃそうでしょっていう話でしょ。そうじゃないですか？自分と同じ人間、特に僕と同じ、ね、歳が近いのにも関わらず、ね、裏金とかバンバン作りまくるっていう。だから僕は正直な話、自分たちの先輩で選挙出てて、裏金良くないですよね、政治ちゃんとやっていきましょうねって言って、まっとうなこと言ってるんだったら、またしも、ね、公設秘書として、なんかホクホクにね、いわばなんか上流階級をね、歩んできた岸田のね、息子に関しては、僕は叩きますよ、普通に。いや、そうでしょ。それが正しいでしょ。ね、僕の同級生とか同世代の人間たちをちゃんと批判できなきゃ意味ないんですよ。ね。それがたとえ自分が恩を受けた人間でも、恩を受けた人間が、間違ったことをしたんだったら間違ったことに対してはちゃんとね、糾弾できるっていうか、汚いものには蓋をしないっていうのが僕の、考え方なので、ね、どんなに、正しいことを、なんていうのか、正しいことをしてですね、国民に貢献したとしても、一回犯罪を犯したんだったらその犯罪に関しては言及しなきゃいけない。いうふうに思っています。はい。まあ、ずっと言われるしね。はい。ということで、反応も非常にいいということで、街頭演説の関係で声かけていただくこともね、ぐんと増え、ネット上でもポジティブな言葉がね、多く届くようになった。本当にですか？今、音だけって調べたらとんでもないこといっぱい出てきますよ。不倫が。ね、学歴詐称ってみんな言ってますよ。はい。ポジティブな言葉なんかもう僕聞いたことないですね。いや、あなただけですよ、ちなみに言いますけど。はい。リプランもすごいことになってますからね。いや、嘘つくのやめた方がいいですよ。はい。ね、ということで声を弾ませたということで言っております。はい。2021年の7月の関係参議院選出馬後にですね、目に入ることができなかった誰もですね、事務所に持参。今度こそね、一緒に目を入れましょうということで、嬉し涙をしながらですね、目を入れられたらと思う。無理だと思います。はい。前回の参議院選で、政党が6つの枠をね、争う中、無所属で入っていこう、行おうとして、無謀な戦いだった。今回はしっかりと構図がある中ですね、しっかりと当選が狙えません。無理です。お届けさん、無理です。はっきり言いますけど、無理だと思います。はい。ということで、手応えを感じていたということで、終了させていただこうかなと思います。で、その次ですね。これが結構僕ね、大事じゃないかなと思ってるんですけど、日本維新の会がついにですね、日本保守党の事務所前でこんなことやっちゃったということで、話していこうかなというふうに思います。音喜多駿さんですね。日本保守党に謝罪ということで、維新がですね、衆議院東京10区補選で事務所の前に勝ち込みしていたということで、もうめっちゃね、これね、みんなからね、ブチギレられてましたね。お前ふざけんなと、まあ当たり前のこともできひんのかこの野郎、つってね、言われてましたけど、日本維新の会の音喜多さんですね。が、15日自身の YouTube チャンネルを更新ということで、衆議院東京10区関係ですね、16日告示、28日投開票の前に政治活動でですね、維新と作家の、ね、百田直樹さんが率いる日本保守党のトラブルになっていたということを謝罪したということだったんですね。で、その後ですね、同補選に関しては、金沢由衣さんですね、こういうことで言ってたんですけど、保守党は飯山さんを出馬表明、計9人による選挙区を予想されている中でですね、江東区内で、ね、連日、まあ、各陣営の街頭演説やビラ配りだったりとか、遊説だったりとかっていうのを行っている中ですね、いわばですね、音喜多さんに関しては、維新の一部のメンバーと、保守党のね、保守党の皆様が少しトラブルになったということを説明されておりました。ね。で、その後の話なんですけど、こんな感じで言ってますね。金沢さんは13日、まあ、なんていうのかな、道路上の関係で車を止めて、ね。で、街頭演説を行ってたんだけど、飯山さんの事務所前だったというのだということで、宣戦布告や勝ち込みと勘違いされてもおかしくない状況だということで。いや、そうだよね。そうだよね。普通にそうだよね。やるべき、だってさ、そこから10メートル、20メートル離れてるって言うんだったらまだしも、事務所前っていうのがさ、もう意識してるだろっていうふうに思ったんだけど、違いますかっていう話ですよね。いや、普通さ、他の界隈のさ、それこそ選挙のさ、管理してる人間がいるんだったら、あ、ここはまずいですね。ちょっと離れたところで選挙改善しましょうとかっていうふうにならんかねって僕は思ったんですよ。いや、思いません皆さん。変なこと言ってるかな僕。いや、それこそ参謀で飯山あかりさんがね、飯山あかりさんの、まあ、いわばその参謀として、有本さんがいるわけじゃないですか。で、まあ、有本さんがそういった法律だったりとか、コンプライアンスだったりとかっていうのの問題点を浮き彫りにさせて、それを河村市長だったりとか、それこそ百田さん、警察だったりとか、いろんな事務手続きを、有本さんが全部処理してるんですよ。だから僕は、有本さんのナンバー2を絶対に置くべきだって、日本保守党がこれから大きくなるんだったら、有本さんの負担を減らしていかなきゃ、選挙戦略っていうのも全部何もかもですね、彼女に任せてたらとんでもないことになりますよっていう話をね、言ってるんですけれども、そういったですね、ナンバー2が絶対必要なんです。それこそ選挙においても、支部においても同じことが言えるんです。で、金沢さんはこういうことやっちゃうってことはですね、ナンバー2がいないってことなんですよ。か、もしくはナンバー2がボンクラなんですよ。いや、そうでしょ。どう考えても。いや、そうじゃない。いや、一度のミスにって言ってるけど、やっちゃいけんことぐらい分かれや。な。一回のミスもとんでもないことになってしまいますよっていうことが分かってない参謀がいるってことですよ。
ってことは日本の維新の会の組織メンバーの中では、金沢さんはどうかわからないけど、周りの奴らはボンクラが多いんではないかっていうふうに思われても仕方ないから、今回音喜多さんは、いや、謝ってるわけでしょ。そうでしょ。いや、これは あまりにもひどいと。こういうふうに思われても、勝ち込みと思われても、宣戦布告だと思われても仕方ないですよねっていうことを言ってるんですね。これが本来あるべき姿なんですよ。選挙の。当たり前の話なんだけど。なんでこんなこと言わなきゃいけないと思うんだけど、僕はね。で、音喜多さんに関してはですね、相手の事務所の前で街頭演説をやっちゃいけないルールがないけれども、やらないのは常識であると。ね。これはもうなんていうのか、暗黙の了解ですよね、ということを言ってます。そこでやるんだという指示がですね、現場の議員に飛んでいてやってしまったということで、まあこれ、ボンクラの議員がですね、これやるんだと。ね、ここの場所でやるんだっていうふうに言っちゃったみたいですわ。それに飛びついたのが金沢さんだったと。いや、あまりにもひどいというふうに思ってしまった。全面的にはね、維新の落ち度がありますよと。撤収すべきところである程度ですね、時間をやってしまった、演説をやってしまったということで、もうなんかいろんなこと言ってますね。東京維新の代表からですね、百田直樹さんにね、謝罪の電話をしたと、私からも反省の弁をね、述べさせていただきたいということで、まあ維新の会をこうやってルール破るような議員が集まってるんですねって僕は思いましたね。いや、それこそ、俺たちだってさ、多くの方々から批判されてるよ。だけど、批判されてるけど、そのことについては、いや、疑惑の程度で、これが大丈夫なのかどうなのかっていうのは、行政が動かない限りは分かりませんよねっていうことを言ってるんですよ。で、問題はそこではなくて、何よりも、問題はそこではなくて、あなたたちってさ、やってることって暗黙の了解かだって、ね、のものかもしれないけど、その暗黙の了解で全部やってもいいと思ってる議員が集まってるってことでしょ。だからモラル低い言葉言ってるんじゃないんですか？そうじゃないですか？っていう話は僕は思いますよ。だからちゃんと叱るべきことは叱るべきだと僕は思うんですよね。謝罪したかもしれないけど、やっちゃいけんことぐらいやんなやっていうね。それは支持者の人間からこれ言われてもおかしくないわと。誹謗中傷じゃないけれども、ね、指摘されて怒られたりとかしてもおかしくないよって、維新の会ちゃんと大丈夫ですか？吉村天安大丈夫ですかって、いろんなところに波及していきますよと。ね。で、金沢さんに関しては、金沢さんでね、問題がありますから、そのことについてはね、ちょっと文章2をね、使って、話していこうかなというふうに思ってます。私からもですね、反省の弁を述べさせていただきたいということで謝罪されたということで、すでに、金沢さんに関しても SNS で謝罪を投稿しているということで、まあなんていうのかな、事務所の前で お詫びをね、訪れたと。いや、普通に金沢さんこれを決定したんでしょ、あなた。違うの？金沢さんが今回、その、飯山さんの事務所の前で街頭演説しましょうっていうことを決定したのか決定してないのかによっても全然違うでしょと。お詫び申し上げますって言って、ふわふわしてるっていうのがね、もう全面謝罪してるから、まあ別に僕は追及する気ないけど、同じこと もう一回やろうとか、もしくはですね、またですね、日本保守党に対してそういうことやるんだったら、それこそ私たちもちゃんと言うよ。だって俺たちもアンチにね、追及されてる側なんだから、それはフェアプレイでやりましょうやって話には思いますね。そう、有本さんが前言ってたですね、コラムに書いてきたことっていうのが全く同じことが起きてしまったということでございます。まあ、情けないね、本当に。選挙中いろんなトラブルがあるということで、節度を持って、守ってやりたいということで、次回を込めですね、補選に臨むとしたということで、金沢さんの周りはこういう人たちが作られているというふうに思ってしまいます。はい、ということで、金沢さんのね、問題点についてはね、ここで挙げさせていただこうかなというふうに思います。こんな感じですね。1990年生まれの神奈川県で上智大学理工学部ということで言われてます。全体的にまともな議員の印象があるけれども、元グリコのですね、マーケターであったために印象は明るいと判断することができる。で、演説に関してはちょっと聞いてみたんですけど、まあ、普通です。はい。普通っていうか、まあ、中の下ぐらい。はい。あんまり、うまくない。はい。ね。もうちょっと上手い演説ができるようにしてほしいなと思いますけれども、まあ、大阪のね、日本維新の会から出てる割にはですね、演説が下手だというふうに思ってしまいますね。で、LGBT の発言に関してはですね、問題点がありますということで、2020年の4月の26日、LGBT イベントですね、東京レインボープライドにて言及、あらゆる個性が混ざり合い、お互いを受け入れ、発想を高めていく。これもどっかで、ね、皆さん聞いたと思いますが、国民民主党のですね、多様性とかね、いろんなことを言ってたことについてね、ここが言及されているということなので、金沢さんに関してもですね、国民民主党の玉木と同じようにですね、リベラル筆頭のですね、言及をされているということで、本質的な多様性っていうことを言及されておりました。多様性って言葉を使ってるところはですね、もう完全にリベラルですからね、皆さん間違いないようにしてくださいね。そしてですね、保守としてはですね、ちょっとこれもね、おかしいなと思うんですけど、選択的夫婦別姓に関しても導入を検討するということを言っております。まあ完全に黒ですわな。はい。完全に保守じゃないっすわ。はい。国民の方向向いてないっすわ。はい。って思いました。はい。ということで、飯山さんの応援に関してです。ということで、ツイッターのね、方を見ていきましょうか。おはようございます。昨日までにアンチポストを言いたいことは言ったということで。今日からね、飯山支部長の応援に皆さん一緒頑張っていく所存でございます。チャーということで頑張っていきましょう。あかりちゃんと一緒に嬉し泣きしたいということでね、いい写真でございますな。いやでもね、ちょっとね、この時の飯山さんよりも、なんか最近ちょっとやつれてきてるんですよ。まあ頑張ってるっていうのがわかるんやけど、頑張りすぎもちょっと良くないのかなと思ってますから、ちゃんとご飯食べてねっていうふうに思っちゃいますね。まあ桜井またも、誠はもうどうでもいいわ、まあ。はい、ということで、ベムベラベロということでね、言ってますけど、いや、すごいよね。いや、
いや、本当に似てるよね。ごめんな、ごめん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 。いや、かっこいいわ。いや、なんか3連戦、なんていうのかな。RPG のボスでさ、3連戦するタイプのボスだよね、これ。3回攻撃剣、なんか1体ずつ倒さないと、次のステージ進めないみたいな感じですよね。いいですね。うん、いい写真だわ。ね。はい、ということで、いい写真でございますね、やっぱり。うん。うん。日本はまだまだ捨てたもんじゃない。私はまだまだ頑張れる。伸びしろしかない。日本保守党とともに。いや、だ、そうなんですよ。皆さんこれ間違えてほしくないのは、日本ってめっちゃ成長率ね、据え置きのままじゃないですか。マイナス成長ずっと続けてるじゃないですか。っていうことは何か変えたら、その分、うん、元に戻るだけですからね。グローバルスタンダードじゃないけれども、なんか普通になるだけですから。ね。これ結構大事だと僕は思いますね。ね、伸びしろしかないとかって言ってますけど。はい。これがまあ普通だと思いますよっていうことですね。ね、いいですね。はい、ということで、衆議院東京十五区補選ということで、飯山あかりさんにはですね、岩盤保守層が支持していますよと、東京十五区補選に関しては日本保守党と売国野党が戦っている日本国は守るか、それとも日本国を破壊するかの戦いなんです。飯山あかり VS 金沢、ゆい、酒井、乙武って言ってね、やってますけど、いや、いい写真ですな、またこれも。かっこいいね。はい。13歳のですね、娘さんがいる中で一生懸命頑張ってる姿をですね、僕も応援させていただきたいなというふうに思っています。以上です。面白いと思いました。チャンネル登録と高評価ボタンの方をよろしくお願いいたします。以上です。